GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。本日の担当はみんなの笑顔が大好き山田マンと、みんなの笑顔が大好きパート3小山でございます。はい、お願いします。よろしくお願いします。今回はちょっと2人でね、はい、やっていきましょうという感じですけども、おはようございます。さあ小山くん、はい、何をするのかな。いや、知らないです。500万ダウンロードおめでとうございます。おめでとうございますということでね、はい、私お今まで33連大爆死しておりましてそうですね、はい、うん、15枚貯めましたよ。貯まりましたね。はい、じゃあ今回はこのリリカちゃんとセリナちゃんを、はい、当てていきましょうと。風の噂で、うん、山田マンパイセンがほうセリナを当ててやがったっていう。そう、私セリナを当てちゃいましたね。何をしてるんですか、うん、本当に。いやでも本当は俺アイラちゃんが欲しかった。アイラちゃん、そう、俺今までゲームとかであんまりそのキャラに対して可愛いっていう一目惚れ的なのはなかったんですよ。はいはいはい、まあちょっとはありましたよ、ちょっとありましたけど、心底惚れるってなかったんですけども、これアイラちゃんやばいめっちゃ可愛い、これが欲しかったんですけど、ただちょっとね、まあまあ違う新キャラが当たったということで、はいはいはい、いやいや嬉しいでしょうよ、まあ、嬉しいような悲しいような悲しいような、うん、アイラちゃんも欲しかったよ。そう、出しましょう。出してください。じゃあ行きましょう。よろしくね。はい、いやさあ運命の瞬間はい、はい、もうね分かってるんですよ。もう出ないってことはまあ大体分かってるんで。あ、でもローディング入ってますよ。ローディング入るといいんですか。ローディング入ると新キャラが絶対いる感じ。あ、そうなんですか。うん、イメージはね。イメージ、うん、今まで俺の引いてきた感じでは、今までの引いてきた感じ、うん、お、結構多いんちゃう。何枚だ。1で2、3、4、5、6。まあまあいいんじゃないですかね。はいはい、渡るくん、はい、渡るくん、はい、安定感ある。安定の、うん、星2の子ですね。はいはいはい、分かってました。さあ、はいはい、この練習通りにやるだけ。よく見る、よく見るね、うん、名前ちょっとまた渡るくんね、ま、ちょっと、ね、いや、ちょっとゾクッとしてますけどね。今2体、あ、3渡るさん、あと3回渡るかな。新キャラ出たけどどうしたらいいんだろう。ちょっとやばいかもしれない、ね、焦りしかないんですけどね。ほう、でこれ4体にあと2体かな。2体どうでしょう。あと1体怖すぎるよ。どう、あ、これは これは良かったですね。この GM チャンネル的には、ね、GM チャンネル的には良かったかな、うん、触れないですけど、うん、ちなみにこれで44年大爆死ですけど、うん、なるほど、これねちょっと言うか言わんか迷ってたんですけど、はい、俺がその新キャラ当ててた時は、はい、単発で引きました。行きましょう、うん、だからここでちょっと巻き返す感じで。ちなみにね、あの、うん、エースジュエルもたくさんありますから。あ、めっちゃ溜まってる。え、全然いけんじゃん。いや、もうさすがに出るやろ、こんだけあったら俺すげえな、この引き回りさいや、でもなんか噂によると単発の方が出やすいんじゃん。お、来たんじゃん。ほんとに来た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 、ね、あ、でも青か。信用してない。うん、あ、あかんかった青やったね。あれがちょっと赤かったら若干熱くなる。正直ね、信用してない。うん、あと4回さあどっちが出やすいんかな。でも単発と、ね、あ、これ終わったね。これいいや。はい、はい、あと3。でもほんまに単発の方が出やすいと思うけどな。どうなんやな。みんなコメントお待ちしてます。お待ちしてます。あと2枚やばいぞ。いや大丈夫。これどうやっても出んだろう。これは、あ、来た。逆に来たんちゃうか。分からん。あ、緑、緑初めて見る。うん、誰これは。うん、俺の知らないけど、まあ、まあ新キャラなんでしょうね。ね、ゴエちゃん的には新キャラ。新キャラ、まつりくんね。さあ、ラスト。チケットラスト。チケットラスト。どうや。あったった。はい。まだありますよ。おお。間違えました。動揺が隠せない感じで。隠せないですよ。いや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 、まだまだ終わらないですね。うん、ちなみに多分俺50連ぐらいして。うん。ついに。ついに。ついに50連ぐらいして。星4出ずに。50年して、星を出ずに50年して。いやでもセリナ以外は当ててほしいな。俺セリナ当てちゃってるから。まあまあそうですけどね。うん、さあこのざまですよ。ほう、まあまあまあ、いい、まだね、うん、まだあと5回ぐらい、あ、じゃあ4回か、4回ぐらいですね、からね。これ5回でいきます。21連ってことか。そうですね、21連かな。来たか。とりあえず来たんちゃう。来たんちゃう。あ、緑、緑、あ、緑もダメ。多分薄いと思う。赤の方がまだ厚い。はははは。緑だと、なんか緑は、じゃあ俺は見たことないな、緑が出てるけど。
そういうことか、なんか、そういうのもあるもんね、あるんじゃないですかね、単純な演出じゃなければ。あと何回だ、2回、あと2回。いや、今回でもお豆がいいひんからいいのが出るんじゃないか。ソイヤ、そう、彼のソイヤで、お、来た来た、ヒン、あっか、いや、来たんちゃうか、違う、あれだ、タイプだ、甘い試合よ、そのパターン、もしかして、え、ほんまにこれでサーブタイプやったら分からへんのか。多分そうじゃないですか、後で見てみましょう、うん、多分そうですよ。あのサーブっていうか、あの、あれじゃないですか、なんか、あれじゃないですか、赤、青、緑、うんうん、ルーン的な。え、嘘、はい、どういうこっちゃこれ、みんな、お待たせ、ゴエモン、どういう見て、うん、18だもんこれ、18、なるほど、虹のやつが、虹のやつが、すごくない、凄まじく溜まったか。俺これリセマラした方がいいんじゃないかっていうレベルですけどわー、なるほど、これすごくない、このパターンもあるわけですね。これすごくない、みんな、逆にすごい。いや、アイラちゃんはやっぱ高根の花やったってことやね。やばくない、いや、すごいよね。いや、もうでもそれで頑張って77まで来てるというのはほんまにプレイヤースキルがすごいと。やばくない、いや、ほんまに、だって俺絶対いけへん、一体で体熱いもん、ね、うん、だってね、ずっと弾きたい弾きたい言うてて、はい、で、ね、やっと弾けるって思って弾いたら、うん、この結果、このざまですよ、このざま。50何回だろう、今何回弾きました、21回、21、最初は11連なんで54回弾いて、うん、星5一体。はい、頑張ってくださいということでね、うん、見てください、はいはい、77回まで来ましたよ、頑張りましたね、この星3人を連れて、クライブのみやん、クライブのみ、すげえな、星4クライブのみパイセンにね、うん、下克上してやろうと、下克上しちゃいますか、できますか、お豆パイセンじゃあ物足りねと、もうほうほうほう、まあ2年じゃね、うん、ということで、ほう、挑みたいと思います。はい、じゃあ行きます。クライブだ、はい、え、よろしくだ、アーサーと、アーサーとサーブタイプの子、彼は、彼女は誰、彼女の名前忘れちゃったけど、うん、さあ、久々やね、でも久々ですね、いつもなんかダブルスやってたからね、そうですね、確かに、もうほんまに多分最初初めて 2,3 日ぶりぐらいか、そうあれはもう3週間ぐらい経ってんのか、じゃあ 2,3 週間やりましたね、経ちましたな。さあ、じゃあこれでもやっぱ知り合い同士でこれやるっていうのがやっぱこのゲーム楽しみの一つだと思いますよね。はい。ちょっと試し。お、この子は？あ、サーブタイプなの？うん。お、うまい。やっぱうまいな。やっぱうまいな。オッケーオッケー。やっぱうまいな。危な。完全に油断してたわ。やっぱね、ちょっと舐めてかかっちゃいますね。今前行って、うん、あのふわってなったところ打ちに行こうと思ったんですけどね。なるほど。届け。今油断した。油断してたね。油断してるタイミングが、よっしゃよっしゃよっしゃ、マジか、やばいやばい、オッケーオッケー、やばいやばい、全然やばいぞ、ちょっと待って待って、油断してるタイミング俺を狙ってるから、せこい男や、行くぞ、さあ来い、あ、そっちか、さあクライブはね、凍らされたらほんまめんどくさいし、それまでに肩をつけれればいいなって、いや問題ね、今ね最悪のミスをしてね、行くぞ、届け、オッケー、ギリ、行くぞ、うわぁ、いや、強いな、マジか、よく取ったな、くそ、届け、無理、よし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 、でもね、クライブがね、ここまでね、押されるのはね、ちょっともったいないんですよね。あ、そうな、ここでね、もったいなさ、いや、俺、このコード結構マイナスちゃう、属性ダウン受けてんねんけど今気づいたけど、マジか、属性ダウン受けてるやん、俺のアルティが、アルティ、俺のアルティ、属性ダウン受けてる、行くよ、やばいやばい、今のミスだ、あぶね、ドリンク来てるね、行くよ、やらかく、よく取ったな、それうまいな、やっぱアウト、あ、マジか、今のはちょっともったいねえな、ラッキー、さあちょっとね、クライブで取るか迷ったっすけどね、今のはもったいないな、いや、これでも星さんのキャラにしてやっぱ強いよな、アーサー、やっぱアーサーはね、アーサーだいぶ強い、素晴らしいですよね、それドロップか、よし、闇よ、闇よ、もう取るしかねえ、あ、ドロップか、ドロップ連チャン、行くよ、うわ、よしよしよし、完全に狙われたね、よし、それ、あ、ドリンク来たね、
あ、うん、行くよ。うっさあ、あー、くそー、めタイプの強さですね。あぶね、それくそー、うわっ、テクニックのドロップショットが、あー、もうやめた。オーケーオーケーオーケー、なんだと。おー、ここまで来るとまずい。クライブ、どうか、こうするしかないんだよな。うわっ、打ってきよる。あべ、あべ、オーケー。ちょっと待って、パイセン、もう一回、もう一回、もう一回だけして、パイセン、もう一回だけして、ちょっと悔しいか、もう一回だけして、やらしてほしいか、やらしてほしい、断る。そうね、パイセン、よくあるパターンね、断られる、ね、断る。なるほど。あ、これなんか、今までの対戦結果みたいなの出るんだよね。ほんとだ、俺初めて知った。2勝0敗。おう、なるほど。まあ、だってこれがさすがに4、5とかやったら、そうですね、あ、まあ4、5はないか、3、5とかやったら、うん、ちょっとまあもう一回あるかなと思って、1号はもうちょっと頑張ってくれとしか言えへん。くっそー、うん、あのね、クライブがね、最初削られたのがね、良くなかった。いや、俺もう頑張った、あれミラで。いや、やっぱサーブ取られたら結構ピンチやから。そうなんですよね。そうそうそう、サーブをね、打つタイミングですよね。極力粘ったろうと思って、うん、粘りがち、粘ったのってことですね。よかった。はい、ということで今回はこれにて終了したいと思います。はい、GM チャンネルでは毎日ね、動画出してますので、よろしければ動画の方ご覧ください。そして高評価もね、できればいっぱいしていただけたら嬉しいのでお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。GM コイン。